悪いみんな俺死んだ。はいこんばんは。まあ、何が死にましたかというと、まあ、前回までの僕の動画を見てる方ならわかると思うんですけど、前回の動画の最後で2連敗して終わったんですけど、まあ、あの後もねズルズルとズルズルとすする TV じゃないですよ、ズルズルと負けてってレートがねどんどんどんと落ちてって、気づいたら1750ぐらいまで1750ぐらいまで落ちてたっていうか、一番低い時は1670とかまで落ちて、今なんだかんだで1750ぐらいまで戻ってるんですけど、いや本当に激難おちんちになっちゃってさ、ポケモンやめようかな、売りに行こうかなと思ったんですけど、このゲームの恐ろしいところ、いくら敗北し続けても勝った時の喜びを知っているがためにやめたくてもやめられない、精神衛生上肉体上よろしくないと自分自身で理解しておきながらポケモンをする手を止めることができない。本当恐ろしいゲームですよこれね。まあ、皆さんも気をつけましょう。タバコと一緒ですよね、うん、吸ってて害になるって分かってるけどやめれないみたいな。あ、ちなみに僕タバコ吸ったことないですよ決して、ここ待って、俺草ゼット草結び僕使ったことないんだけど、ロトムぐらいだったら飛ばせんのこれ。おらおら、どんなもん、花が咲いたよ、うん、この僕のね腐りきった連敗の中、連敗しまくって腐りきったこの心にね花が咲いたよ。これワンキルしてほしいな。ちなみになんで今動画撮り始めてるかっていうと、虫歯がマジで痛すぎて気持ち紛らわせるために喋ったら治るかなみたいな動画撮ったら喋ったら治るかなみたいな。お、強い、いいね、これ買ったくね。もクチーと、いや勝ったと思うんだよね多分。気をつけなきゃいけないのはグライオンに起点にされることだから、ランドとルカリオだからグライオンに一回隙見せると抜かれる可能性があるんで、月光がここ多分切り気味に動いてっていいはずだから、ランドロスをなんか下手に投げてじゃれつく救助とかでワンパンされたりしたらそれこそ面白くないんで、ここはなんかおとなしくも月光が切る方向でいきましょうか。これじゃれつく、まあ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 いいや。で問題はここをルカリオから入るか、ランドロスからか入るかだけど、いやーここルカリオからでいいと思うんだよな。ランドロスから入って地震に対してグライオンとか合わされて身代わり張られたらめんどくさいから、ここルカリオから入って、あー待って待って待って、ミミッキュだったらめんどくさいか。あ、待って、これミミッキュじゃね？あーですよね、トリックルームだよなこれ。ドヤ顔あれだけ認む月光が対面で有利な状況を作っておきながら負ける？ちょっと待ってよ、どうしようかな、まあ、多分トリックルームから入ってくると思うからランドロスここも出したがいいのかな。いや冷凍パンチでいいや。これ凍りません。いやでも多分勝ったと思いますよみんな。あ、これトリックルームクチートにこいつボコられるぞわらわらわらと思ってると思うんですけど、まあ見といてくださいよ。ここ呪いをしてきたら強い人、フェアリー Z は甘え、呪いをしてきたら強いんだよな。ここランドロス出したけど、オッケーオッケー、まあフェアリー Z だよな。あ、ゴースト Z か、オッケーオッケー。これランドロスでトリルターン稼いで結局最後ルカリオで詰めれるんで、ここ呪い打たれてなんかミミッキュに自主退場されるみたいな、そういう展開が一番面白くなかったんですけど、まあこれは威嚇も言えたし耐えると。でここ、いや地震打たれる可能性考えると、いやここ地震でいいや。あ、待って、ここトンボ打つべきだったか。待ってここで呪いされたらダメじゃん、ここトンボ打たないとダメだったよね。いやだよな、しくったバカ完全にバカ、完全にバカ、やらかしマンモスじゃんこれ。いやトンボ返り打ったら呪い打っても、あーこれ負けたんだけど、ちょっと待って、嘘だろ。
いやここルカリオ出しても意味ないな。トリックルームターン枯らせないんで、ルカリオがじゃれつくでワンパンされるから、結局じゃれつくを避けるか、相手がここで謎研磨してくるにかけるんだったら、ここは自信やな。いや完全にさ勝ち試合捨てたんだけど、これわり死んだわ、俺確実に死んだわ。よっしゃ、死なねえ死なねえ、まだまだ生きる